さんのおもちゃジングチャンネルのヘイです。今回はですね、こちらのね、テニスとペットボトルを使って、ペットボトルを当てていいテニスをね、やっていきたいなと思います。なんか途中からね、当てちゃダメテニスを やっていくかなと思うんですけど、まあどうかわかんないですね。まあ、タイトルの通りかもしれないし、まあそれではやっていきたいなと思います。それではやっていきたいと思います。はい、ここからでいい？いいよ、YouTube から。あ、やべ、圧倒的なんです。だからそれだ、入るよ。そうなった。こいつが覚えてないんです。ちょっとリプレイしてみるか。リプレイしよう。リプレイ。おお。これスタート早々で本当に命中した。ある意味悲しい動画としてなってな。うわ、2段目。だんだん命中率が悪くなった。あ、下手だ。あ、やば。何跳ね。あ、あ、あ。あ、でもいけるぞ。いけるぞ、いけるぞ、いけた。何や。投げてんの。投げてんの。ガチ目当て。ガチ目当てにした。うわ。うちのスレパワーやるな。危ないじゃない、危でかやな。こっちか、こっちか。はい、こっちが投げまー。なにこれ、うちのやつこれか。うちのやつうちのバドミントンネタだよ。なんか書く？あ、お、大丈夫。3分経ちました。3分？早いね。本編になると全然当たんなくなる。あ、4分経ってる。おー、映ってた。やった、映ってたか。おー、はい、じゃあやります。ちょっと待って、これ開始早々で一気に当てちゃったら終わる。っていうか僕全然部活とか入ってません、だって小学生ですか。まあ中学になったら部活入るんで、まだ不明ですね、何部か入るか。おい、抜けって何がいいんだろう。画質がいいとか、ね、何も変わんない気がする。そうか、YouTuber じゃないか。 YouTuber じゃない、
はい、張り切ってこー。はい、なんで俺これ言ったんや。あー、おくれ何蹴飛ばすとんねん。俺蹴飛ばす行為禁止って、うちのフスタイム。何や、もし完全に弱くなった。危ない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 。最終的に落とす。最短1分のあれはすごかったな。近くとも長かったパターン多くない？じゃあ無言でやる。ただただ無言でやる。やりにくくなった。禁止って俺が言ったのに、早速とその情でなくす。怖いよ。単なる壁当て動画だよ。これ単なる壁当て動画だよ。日本語って、あ、やべやべやべ。はい、とまあこんな感じでね、はい、終わりました。終わりました、疲れました。はい、奇跡です。これはもうペットボトル当てちゃダメサッカー第2弾じゃない、ペットボトル当てちゃダメサッカーよりかはね、はい、とまあこんな感じで。テニスはやばい、もう疲れる。うん、とりあえずね、そこにある缶がね、缶ひどいんですよ、ほんと。投げても投げてもダメ。うん、でもね、奇跡はに起きた。はい、そこのね、太一くんの自転車のところにね、青いやつですよ。うん、あのか後ろにカゴがついてるやつ。はい、そこのね、なんかどっかに後輪のタイヤのあたりの隙間に挟まったんですよ。はい、それはね、裏でした。裏ガメラ、ガメラだ。ガメラじゃない、カメラ外でした。ガメラはゴジラの敵。はい、もうこんな感じで1段、2段、3段、通してやったんで、もう疲れました。はい。はい。本日もご視聴ありがとうございました。